はようございます、こんにちは、こんばんは、元気でしょうか。はい給食の思い出は皆さん何ですか？私はね、小学生ぐらいの方なんだけど、あのね本当に小学生の給食しか覚えがない。あのお弁当はね、中学くらいからなんで今、まあ、横浜市だけなのか神奈川県全体なのか、まあ都市部によって違うのかわからないけど、ね、給食にもなってるところもありますよね、中学校でも。でもまあ私はね、あの、うん、小学校の給食で、あの同じね、その校舎内じゃないけど、まあ給食室っていうのがあって、これは、まあ、誰でも知ってると思うんだけど、あの配食センターみたいな感じじゃなくて、あの同じ校庭内っていうか、同じその小学校の中のそのところがあって、まあそこで煮たり焼いたりとかしてて、あのね、本当に3、4時間目ぐらいになるとその匂いがブーンってきて出て、やっぱね、お腹鳴るのよね。だから先生もね、たまにお腹鳴ってたりとかしてて、あ、先生お腹鳴ってるっていうね、まあ話をしてたりとか、悪ふざけ、まあできる先生だったらね、うん、そういう話をしたりだとか、まあ、先生からそういう話をしたりとかね、お腹空いちゃったわ、今日なんだろうねみたいな感じで、うん、あのね、ソフト麺のカレーみたいなのがあった気がするんだよね。うん、今はあの前はね、前もお話ししたかもしれないけど、基本的にはコッペパンなんだよね。うん、コッペパンにたまにね、レーズンが入ってるやつがあったりするんだけど、レーズンね、あまり好きじゃないんだよね、レーズンパンは肉きレーズンパンみたいな感じになってて、まあ、それは持って帰ってきたけどうん、あとね、わかめご飯ね、あれは美味しかった。どうなんだろうね、多分わかめご飯もない場所もあるのかもしれないんだけど、あとね、旦那さんはね、旦那さんの世代はそのクジラの竜田揚げ、クジラを竜田揚げにしたやつなんだけど、それ食べたことないのよ。同じ神奈川県内なんだけどで食べたことないって言ったらすっごいびっくりしてて、食べたことないのが不思議でたまらないっていうのもあるんだけど、うん、なんで食べたことないのって言われて、いや、ないからって謎の答えをね、喋っちゃった覚えがあるけど、でも本当に小さい頃からそういうのがなかったりするし、まあ世代もあるのかなと思うんだよね。まあかといってその千葉県の人は結構ね、40代30代でもあの食卓に上ってたりとかするね、多分ね、うん、あとね、ソーセージとかもあったよねなんてか知らなかったけど、まあ、楽しみではあったよね。あとこれも世代なのか地域限定なのかわかんないけど、ミルメイクっていうのもあって、これはね、旦那さんは知らなくって、私の世代もあって、うん、美味しかったな。コーヒー牛乳なんですよね、コーヒー牛乳の粉みたいなのがあって、それを牛乳の中にこう入れて飲むと美味しいよって、あの下の方にね、
あの溜まっちゃうんだよね粉が何かこれはね本当に世代もそうだし、うん、世代もそうだし地域性もなんかやっぱ違う。今100均とかでね本当に売ってて、私は知ってるのは本当にコーヒー牛乳、あのいちごミルクみたいなあったりとか、ココアがあったりだとかっていうのがあるんだけど、あれは邪道だなと思ったあれはいらない、うん、と思ったんだけど、まあ、それも結構好きだったりとかさ、なんだろう、お子さんに牛乳を取ってもらいたいからそれをね買って飲んでるっていう人もいるから、まあ邪道って言われてもなって困るだろうけど、うん、申し訳ない。でもね本当に好きな人は本当に好きだよね。あと何があるかな、その3品しか思いつかないんだけど、ただあの本当に小さい頃からその酸っぱいものがあんまり好きじゃなくて、それを残していた覚えがあるけど、皆さんどういうのが、ね、欲しいものだったでしょうか。以上です。